今からルーナが怖い顔をします。戻った、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、だからあれだろ、じゃーん、うん、痛いのこれ、ずっとやってると目がお疲れ。大丈夫だよ、怖くなくなっちゃったでしょ。怖いよ、しかも水ぐずれるし。つらそうな感じ。泣いてるよ。もうワンテイクお願いします。最後どうぞ、でもいいよ。うん、オッケーですね。鏡にしてる。されてる。こんな濡れちゃった。綺麗綺麗。大好き。大好き。そう、行くよ。あなた、お願いしますね。はい。言ってください。せーの。大好き。オッケー。はい。こんな感じだ。はい。もう一枚ね。せーの、はい、キュー、はい、また大好き、おいし、ちょっとコラ待ってますか。だってけなげな女ですよね。え、何、けなげな女ですよね。それは分かんない、分かりません。けなげな女です。あ、拍手やる人ないじゃん、こんなにたくさんいるのに。これできる。どれ、止まってられる。止まってられるよ。ハワイとか行くと現地の人に間違えられるよ。録画。よいしょ。はい。はい、オッケー。この辺かな。うん、低い。低い、オッケー、いい感じ、いい感じ、はい、今お風呂から出てちょっと休憩してるところです。なんかしゃぶらなきゃいけないんですよね。ちょっと待ってください。もう髪の毛ボサボサで、すごいことになってる。今ルアはこの部屋に、自分の、あのホテルの部屋にいて一人だけなんですけれども、何喋りたいか分かんないですよね。一人で喋ってる方がおかしいと思いません？なんかね、おいしい。これはね、なんだっけ、チャンブーかな、こんな感じの名前の果物らしいんですけど、ルナも今回タイに来て初めて食べたんですけど、美味しい。最近全然寝てなくって、ね、寝るのがすごい毎晩楽しみ。最近全然運動してない。なら運動神経すっごいよくって、幅跳びとかも5メートルくらい跳べ、いつも学校で1位なの。すごいですよ。あのね、みんなには全然すごい良さそうには見えないって言われるんですけど、人が来た。誰だろう。出た方がいいのかな。無視。無視。無視しよう。
してる。電話すればいいと思う。どうしよう、ノックしてるんだけど出た方がいいのかな。どうしよう、いいかな、出なくても。何話せばいいですかね。何がいいかな。レアは6月11日生まれで17歳になるんだけど、17歳になったらあと3年で20歳だから、もうちょっと大人っぽくならないといけないですね。17歳って言ったらね、あれですよね、一番あれじゃないですか、恋愛したい時期ですよね、きっと。だからその時までに別に付き合わなくてもいいから、好きな人が欲しいです。好きな人がいると、誰かいると、なんか人生に張りができるというか、そのね、やっぱ好きな人がいると、あ、綺麗に、なんか水ついてる、指で触っていいのかな、綺麗になれると思うし、男の子にしても女の子にしても好きな人が必要じゃないのかなね。ルナの好きなタイプは年下よりやっぱりどっちかっていうと年上の方がいいんですけど、面白い人が好きです。あ、でも面白くなくても、あと優しい人がやっぱ好きだし、あと尊敬できるような人のことよく好きになっちゃう。いろいろなんかすっごい特技があったり、なんかいろいろなんかすごい教えてくれる人、目、口、鼻、おやすみ、眠くなっちゃう、目閉じると眠い、ここに今ルナが映ってる、ルナ、まだ難しいハイレベルな曲なんでちょっとうまくいかなかったんですけど、でもまだこれを買ってからそんな経ってないっていうか1週間くらいしか経ってないから、これからもっともっとうまくなってね。ウクレレ、あれももうすぐ買う予定でいます。ちょっと待って、他のとこ映るとこない。カーテンが映ってます。どうしよう、じゃあ部屋の外、あーもう真っ暗だ、ちょっと明るいとこじゃないとね。これでいいのかな。はい、ルナはこれからご飯を食べに行きます。それじゃあ、あー危ない、じゃあまた、はい、じゃあね、バイバイ。どうやって切るんだろう、どうやって切るんだっけ、つけて